イストリアンコースヘアードハウンドイストリアンコースヘアードハウンドとは、クロアチア原産のセントハウンド犬種である。別名は、イストリアンラフヘアードハウンド、イストリアンワイヤーヘアードハウンドなど。イストリアンスムースヘアードハウンドは、これの原種である。19世紀半ばに、イストリアンスムースヘアードハウンドをより、優秀な猟犬として改良するため、 ブリケ・グリフォン・バンデーンを交配させて作出された。この改良によって、声が、さらによく通るようになり、コートも、全天候を対応になり、あらゆる地形、天候であっても狩猟が行えるようになった。本種も、スムースヘアードだねと、同じく、流血したノウサギやキツネ、イノシシを狩るために使われた。小規模なパックもしくは単独で地の匂いを追跡し、 追いかけ回して弱らせ、追い詰めるのが、本種の仕事である。仕留めるのは、本職ではなく、大抵は、主人が猟銃で止めを刺す。スムースヘア種と同じく、高い人気を得たが、二度の世界大戦と、ユーゴスラビア紛争によって、ブリーディングが一時中止され、頭数が、大幅に減少してしまった。紛争の鎮静後は愛好家によって、ブリーディングが再開され、 少しずつ頭数を回復していったが、再び別の戦果により翻弄されてしまった時期もあった。それは、ユーゴスラビアの解体後に起こった、犬種所有問題である。本種の原産地である、イストリア半島を所有することになったのは、クロアチアとスロベニアの2国で、両国は、お互いに本種を、自国の犬として称すると主張したため、どちらの国を、 本種の原産国として指定するか激しい論争が交わされた。この論争は数年間続き決定が二点三点され大きな混乱を引き起こした。このため一時は名前そのものを奪われ、犬種名を失ってしまったことさえもあった。暴動が起こるため公の場では名前を呼ぶことができなくなってしまい、ブリーダーや愛好家などこの犬種に 直接携わる人々でさえ、この犬を単にラフハウンドと呼ばざるを得ないほどにそのおさまは深刻であった。この問題は長く続き、犬種名も長らく失ったままであったが、最終的には国際的にクロアチアを原産国として指定することが決定され、イストリア半島がこの犬種の元々の原産地であったことから、 現在のこの犬種名を取り戻すことができた。その後スムースヘア種よりも一年早く、1948年に、フシーに公認犬種として登録された。現在もバルカン半島内では人気の高い犬種であるが、こちらは大半が実業犬として飼育されている。ペットやショードッグとして飼われているものは稀である。あまり、 バルカン半島外では飼育されていない犬種である。コースヘアードダネは、スムースヘアードダネに比べて、より尻良犬に向いた犬種である。ペットとして、飼うのにはあまり向いていない。体型は、スムースヘアードダネに比べるとややがっしりとしているが、マズル、首、足、銅、尾は長い。コートは、ボサボサした丈夫で硬いラフコートで、これは、雨や雪。 うばらをしのげるだけでなく、防寒性も非常に高い。毛色はホワイトもしくはミルクを地色として、レモンもしくはオレンジのブチが少し入ったもの。眉毛や口ひげもふさふさしていて、硬い。耳は前向きについた三角形の大きな垂れ耳で、尾はふさふさしたサーベル型の垂れ尾体高46から58センチメートル、体重16から24キログラムの中型犬で、 性格は忠実だが、狩猟本能が高く頑固である。喫水の良犬で、あまり主人以外の人には懐かず、しつけはやや入りにくい。状況判断力なども、スムースヘア種の方が上であるが、スタミナや集中力、狩猟本能は、こちらの方が高い。声もさらによく通り、響く。運動量は、スムースヘアード誰よりももっと多く。 たっぷりとした長めの散歩が必要不可欠である。かかりやすい病気は運動のしすぎによる関節疾患や高温多湿の環境で飼育した際に起こりやすい皮膚疾患などがある。ありがとうございます。